はい、どうもアロドラと申します。ライムの続きをプレイしていきたいと思いますんで、よろしくお願いしますと。さて、前回ここまで来たんですよね。まあちょっとチェックポイントがね、前の方だったので戻ってくるのに若干苦労しましたけども、で、これをまあね、この上のやつですかね、覗き見るところっていうか、そうだ、俺は自称具現化装置とでも呼んでおこうと言ったんだった。まあその装置でね、この台座に玉が出来上がりまして、これをどっかに置かないといけないのかなと思うんですけど、どこに置けばいいんだこれ。なんか文字があるな。何の文字だこれ。なんかそっちにつながってるな。なんだろう、これか。あ、お、わい、何だったの今のは。どうした？お、起動した。ロボットくんの頭だね。動いてる。初めてだなこれ。動いてる。すげえ、台座にロボットの頭が乗ってる。へえ。おお、びっくりした。結構なんか動きが半端ないな。あ、これなんか開いてるな。さっきここ閉まってたよね。これに持ってけっつうことかな。ロボットくんを、おう、これで向こうに。あ、しまった。置いとかないといけないんだ。このロボットの頭っぽいのがエネルギーを供給してるのかな。あ、なんかあるな。声を発生すると何かイベントが起きるみたいな。ロボットの頭だけ向こうに行ったんだけど、絵面がシュールすぎるな。とりあえず少年もあれを追っていけばいいのかな。追っていきましょう。すごいなあ、この庭園みたいなところ。はいはいはい、こっち側渡ってきたよ。それでなんかあるな。これはオーブみたいなやつがまたある。これどっかにはめ込んだりとか。なんかこれロボットのマークみたいな、というか堀江みたいな感じ。いや違うな、なんか型みたいな感じで取られてんだけど、なんだろうなこれ。あ、また乗せるところがあるわ。よし、じゃあロボットの頭をそっちに移動させてみようかな。ほい、どうなる。あ、なんか出た。これで声を発すればいいのか。なんだ、あー、なるほど。ロボットの頭がいよいよ作られるみたいな、製造工場みたいな感じなのかな、おそらく。あれ完全にあれだろう、なんかこうロボットものの工房というかね、まあ整備工場みたいなところでよくある光景だよね。頭だけ持って
まあほぼガンダム知識ですけどね。これもう一つ置けるとこがあるんだ。でもロボットの頭ないけど大丈夫なのこれ。あ、開いたわ。頭なくてもいけるんだ。そっちにはいけないからこっちに行くしかないね。よし、エレベーターかな。またワープ装置みたいな感じなのかな。2階に出てきたな。お、また見るやつがある。よいしょ。で、これをついに胴体とくっつく。動き出したぞー。ついにロボットくんが、なんかちょっと前に塔に向かっていくロボットが3体ぐらいあった壁画があったもんね。絶対なんかロボット重要になってくると思う。これこっから降りれたりすんのかな。ほう、わあ、こえー、押しつぶされるかと思った。少年大丈夫かい。おお、なでなでしとる。ちょっとリーダー風吹かせて。こうやって歩くんだよみたいな感じで教えてんのかな。すげえ、ちゃんと言うこと聞いてくれてる。少年オーブを見たな。オーブに何かあるのか。これを取って、取ってどうするの。あ、これついてくるようになるのか。なるほど。いや、ついてくるのは分かったが、これでどうしろというのかね。分からんな。ロボットついてくる、ついてくるのはついてくるんだが、ついてきてもらったところでな、他に行けるところがないからな。どうしろって。あ、なんだ。え、このオーブを持って声を発生させて、ほい、なんか光るんだけどな。これをずっとやっていけばいいってこと？ほい。どうにもこの先の変化がないな。他に行くところはどうすればいいんだろうか。あれ、そこ開いたまんまだ。なんでこの台座置いておかないとダメだったろ。ロボットが乗ってるからか。あ、じゃあこの台座2階に持っていける。上のフロアに持っていけるということは持っていくのかな。これしまったぞ。あ、これについてくるからここに誘導しとかないといけないのか。
よし、ロボットくんよ、その玉を見つめておいてくれ。よし、2階にやってきたぞ。これどっか置くとこあったっけ。そこ置けるな。おっと、扉が開いた。ロボットくん向こう行ったな。少年もついてこいってことかな。よし、ロボットくんについていこう。そういえば完全にキツネくんの存在を忘れてるな。キツネくんどこ行った。姿を最近見ていらっしゃいませんが。よいしょ、そっちに行けばいいの。ほい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 、登ってったな。どっか登れるとこある。少年登れねえよな、ここ。こっちか。あ、登れた。よし、行こう。踏みつぶされないように。ロボット怖えからな。足元が怖い。なんか踏みつぶされそうで。扉があるね。扉があるが、これどうしろって。なんかそこ降りていく道もあるんだよね。なんか月光みたいな感じでカエルの鳴き声っぽいのもするんだが、カエルの鳴き声、この下関係ないよな。この下多分なんか北道っぽいしな。どうする。他になんかゲコゲコ音がするな。ここ行けるか、もしかして。あ、行けた。先に進めたわ。先に進めたはいいんだ。ただロボットくんをそこを通してあげないといけないよね、多分。とするとそこを開けないといけない。開けるために何をしろと。これか。あ、開いた。よし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 、入ってきたぞ。かわいいやつめ。頭丸いな。やべえ、ボンバーマンのボムにしか見えねえ。爆発しないだろうな。おー、壊してくれた、便利。これね、この茨っぽいやつ、少年にとっては邪魔だからね、通れないんだよ。まあ少年も少年でね、時間かければこうかき分けることもできそうですけど、まあそこはゲームですからね、まあ、仕方ないのかなと。あ、この上とか乗れるんだ。へえ、すごいな。そっちに行く。さっき茨壊してたよね。壊してくれた。とりあえずロボット君そっち行ってるけど、こっちとかもちょっと調べてみたいんだよね。何があるかな。なんか下に、これは特に何があるわけでもないのかな、もしかして。これちょっと意味深で気になるんだけど、なんだろうね。トイレっぽい。トイレとか行ったら失礼か。すごいね、この白亜の巨大建造物。全部材質何でできてんだろう。石灰とかかな。いや、知らんけど。ほい。で、戻ってきた。あれ、ちょっと待って、ここ見覚えがあるぞ。ここはなんかロボットくん乗ってくれたな、そこに。
何かしろってこと。ああ、ここ来た場所だ。戻ってきたのか。で、ロボット君そこ乗ってくれてるな。これで、ここエレベーターだったよね、確か。あれ、なんか出てくる位置が違う。この一段下だったよね、確か。前の時は。これ真ん中降りればいいのかな。そっちも気になるな。なんか燃えてるな。ほい。で、これを取るのか。オーブですね、いつもの。おっと、あいつらがいる。顔なしというか、住民、あの不気味な住民たちが。開けとおっしゃるのかな。そこにあるな、オーブ。いただいていきます。ちょっとお借りしますね。この地についたシャチホコみたいな感じので、乗せてあげればいいのかな。よいしょ。はい、お通りなさい。あの茨壊してくれそうだな。壊してくれるんじゃないかな。よし。なんかでかい広間っぽいところに来ましたけど、滝じゃないな、滝じゃない。流れてるね、川とか。川じゃない、ため池みたいな感じです。ロボットくんそこで止まった。上には行かないのかい。そのくらいの段差だったらさっき登ってたよね、ロボットくん。で、ここで何をすればいいんだろう、謎解き。上に行けるな。上に行って、あ、ロボット動き出した。少年が進むと同時に進行、少年の進行度に合わせて歩いてきてくれるのか。行き止まりだぞ。これはどうする。登れるところらしきものもあったっけ。そっから一応降りれるのかな。ほい、降りれるが、あ、なんかすげえ壁というか、あれにロボットのマークが彫られている。ロボットの絵かな。さて、ここまで、あ、動いたぞ。登っていきました。はい、登ってったな。何の躊躇もなく登ってったな、ロボット君。少年ついてこう、ついてこうっつっても、あそこから先少年行けなかったけど、どうする。どこぞに行けるルートがあったか。見た感じなかったような気がするけど、ああ、でもその上から降りればいいのか。違うな。あ、いや、こうか、こうかな。いや、ここ登れないようになってる。とすると別のルートを探さないといけないはずだが、それらしいものがないんだが、どうしろというのかね。まさかそっから飛び移るとかないよな。というか、この傾斜角度、少年がどうも登れそうにないからな。
わからん。少年そのくらいの段差飛び越えてくんねえかな。あ、こっち行けるんじゃねえか、もしかして。お、行ける、登れるわ。わかりづらいな、相変わらず。そんでここまで来ましたけれども、多分その先に行かないといけないのかな。多分そうだろうね。ここ登っちゃいけないのか。でさらにこっち側に行かないといけないのかな。いやでも通れそうなとこねえよな。これは完全に詰まったな。この上登れないんだよね。あ、いけるかこれ。ここじゃねえか、もしかして。ほい、ダメかな、つかめないかな。ほい、なんという無理ゲーだ。この狭い中でどうしろというんだ。いけないな。あー、おー、あれ動き始めたぞ。ロボット向こう行っちゃった。おいおい、どんどん先に進んでいくじゃねえか。降りたな。ロボットくん見えなくなってない？そこ行けないかな。ロボットくんが向こうまで移動したってことは、なんかあえて向こうに回ってみたら何かあるかもしれないな。いやー、何もないね。ロボットくんがあそこにいるんだ。いや待て、こっから行けねえか。行けるな。なんだ、こんな簡単なことだったのか。ちょっと待って、なんかちょっと空間把握能力は俺おかしいんじゃないの。別の場所だったの。ああ、しまった、落ちた。いや、落ちてよかったのか。あ、いけるね、そっちまで。いやいや、ロボットくん、合流できたよ。行こうか。なんか、シャーシャーみたいな感じの音がする。お前ら、いんのか。そこが相手を襲ってきたら偉いことになりそうだな。だんだんこれ今まで来た道を戻っていく旅みたいな感じになってない？ロボットくん、おお、エレベーター。壊してくれたな。おお、キツネくんいるね。なんかキツネくん若干警戒してない？いや喜んでそう。ああ、まだここ最上層っていうわけではないのか。向こうにまだあるもんな。よしよしよし、じゃあついていきましょう。とりあえずお二方が歩いていってるんでね、ロボットとキツネくんが。少年だけちょっと遅れていってるけど、なんか微妙に光ってない。何、ゴーンって音がした。どんどん降りていってるけど、この道で本当に合ってる？ねえ、ちょっと
といってもこの二人言葉が喋れないからな、よくわからない。なんだここ掘れワンワン的な、これ違う、キツネ君じゃない、キノコだ。キツネ君上で止まってんな。でロボットだけ先に進んでってるけど、あれロボットどこ行った？ここか、あの真っ暗なところね、いっぱいいたところ。これ上に登ってったらなんかなったっけ。あそうだ、こっちが来た道だわ。ロボットくん、ロボットくん完全に見失ってしまった。とりあえずキツネくんのとこ行ってみるか。いや行けない、また向こうから登っていかないといけない、いけないのかな、おそらく。ロボットくんどこに行った。あいる、あまりにも暗くて見えなかった。よしよしよし、来てくれた。うわーやばい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 、でもこいつらすぐ復活するんだよね。あ通ってったぞ。あれこいつら復活しなくなってる。じゃあなんか行けなかったそっちにも行ってみよう。おなんかある、石板か。見事に見事に点々としか取ってないね。ロボットくん用意、どっちに行った。多分順当に考えてこっちだと思うんだが、いたわ、またいるね。向こうからオーブ取ってこないといけないのかな。ここオーブっぽいのないよな。そっちから運んでこいってことか。あいやあるわ。よしじゃあこのオーブを持ってロボットくんのところに届けよう。そしてあの目からビームならぬ目から光を放つのかな、どうなんだろう。あの光に触れるとこの住民っぽい不気味なやつらも復活できなくなると。ほいざまあ見ろ。先に行こうかな。このロボくんを盾にして。なんかまたシャーシャー音がするからな。とりあえず、またオーブを使うことになるんじゃないかなと予想して、行ってみる。使うね。よし。もう持っておこうか。次も使うことになったりするかもしれない。どんどん主人公が辿った道を今戻っていってる最中みたいな。そろそろスタート地点まで戻ってくるんじゃないか。そしたらそこで何かがある。待てよ、この先もうオーブ必要なかったような。あいつらがわらわら湧いてるところなかったっぽくない？持ってくるだけ損だったかもしれない。初年スピード遅くなるからな。どうした？止まってるぞロボットくん。少年登れねえな。仕方がない、捨てていこう。よし、最初の広間っぽいところに戻ってきたが、どうなる？ここで、ここら辺で確か、一番最初のなんか壊れかけのロボットと会ってみたいな。だったよね。そうだ、そこで倒れてんのが、悲しんでるのかな。悲しいよな、そらな。
仲間が死んでたら。いやでも彼も生まれたばかりだよね、多分。雄たけびを上げて向こうの方に行ったけれども、一番最初のロボットくんだね。これ持ってかなくていいのかな。こっちに入ってったよね、確か今。いや待って、こっちだっけ。あ、いるいるいる、動いてるわ。あそこを壊してくれた。あの先には一体何が。なんかあれだね、この上のところ、この上の通路もなんか光り輝いて今出なかったかい。乗ってくれてるのな。なるほど、ここはもともとこんな通路なんてなかったけど、そこにロボットくんというか重たい物量が乗ると、具現化するっていうのでいいのかな。とりあえず登ってみるよ。はめ込めるな。はめ込めるのかこれ。はめ込めると思うが、これ、キツネくん、キツネくん、君どっから来たよ。あれ持ってかなきゃいけないのかな。キツネくんの声だけはするが、その肝心のキツネくんがいないな。どこから声をする。上からかな。これ上に持ってくのかな。行き止まりだぞ。行き止まりだな。そこ消えたな。でもこっちにも行けるよね。おっと、向こうまで移動したぞ。戻ってる戻ってる戻ってしまってる。うん、ちょっと投げすぎたかな。ロボットくんうまく誘導していかないといけないだよね、これ多分。おそらくはこっちなんだろうな。これ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 、こっち、ほい。惜しかった。これで一体何ができるんだ。まずはここからだろうか。よし、上まで上がってきたが特に何もならんな。やっぱ一番最初は向こうか。完全に無駄足を踏んでた気分だ。ほい、さあそっちに行くのじゃ。そうか、この階段を出すために必要だったのか。あれ、どうする。これ全部に何かを置いとかないといけないようなもんじゃないか？だよな。よし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 、いいぞ。そうか、これは来たんじゃないか。そっちにも行けるけどな。ちょっと待って、これ一回置こう。落ちてしまったが、まあいいや。とりあえずこれ見ようか。
これをはめるのかい？そこ置いておかないといけないんじゃないかい？多分そうだろうな。とりあえずちょっと先を見ておこう。この部屋は何だろう。で、そちらに行けると。これずっと持っていかないといけないんじゃないかろうか、おそらく。で、誘導させていってみたいなね。さあ、こっちに来るがよい。ほい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 、そこで止まっておいてくれよ。で、戻っていくと。で、戻るだろう。戻るよな。ここからだよ、ここからだよ。ここからどうしろっていうのさ。結局そっちに行かないといけないんでしょ、おそらくは。で、この部屋に、この部屋に何があるのか。何にもなさそう。なんかすごい落ちてった。一気に落ちてったんだけど。はあ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 。どうしろというのだ。これこっから投げて向こうにジャストヒットさせるとか、そういうのは無理だよね。はあ、こっちまで来てくれたらロボットの気を引きたい。ふんじゃなくてふんじゃなくて、どうする。もう一回向こうに戻って向こうの弾を取ってくるとか。こっちの弾ね、どう？これダメかな。この弾じゃダメかな。2個使えるんじゃない多分。あそこ聞いてないよね。よし、登れた。無理かな。これ向こうに持っていくことができたら多分いろいろ解決するんじゃねえかなと思うんですけど。ほい。少年、もうちょっと高く投げれない？ダメかな。ダメかな。こっち向きで。くっそー、無理かな。無理っぽいよな。ほい。あ、登れるぞ。これで？上登れるな。上に、この上には一体何があるんだ？こっちには行けない。
おー、危ねえ。ほい。よし、登っていくぞ。これ、こっちかな？はい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 。で、登った。そっち。あ、行けた。行けたぞ。あまりにも暗すぎて見えないわ。よいしょ。で、さらに上にか？はあ。こんなものがここにあったとは。これ下ろせばいいんじゃないか。下ろせねえな。これ閉じるから、はあ、嘘だろまあ俺が見落としてたのが悪いのか。そうか、そうなんだな。ひどいなこれ。じゃあこれをどこに置くかだよね。そうだな。これを、まあここに置いておこうか。で、そして、こいつを、ほい。で、あの台座の上に乗っけると。くっそー、なんかすげえ負けた気分。俺の今までの苦労は何だったんだ。台座にはめます。よし。いけるぞ。くそー。せっかくなんか見つけたこの、ね、台座ですけど、この台座がなんとなく憎い。で、次は、こうね。はい。わかりました。わかりましたよ。で、そうだ。そこをロボットくんが押してくれてるから、もうこっちで両方ともできてるから行っていいんだね。よし、じゃあこれを覗き込めばいいだけだな、あとは。いけるぞ。よしよしよし、いけた。なんか泡みたいなやつが出てきてない？あれはなんだ？ワープゾーンみたいにも見えるけど。なんだねこれは。割れた。あ、動き出した。なるほど。あの壁画の通りになっていくのかな。塔に向かう大量のロボットたち。まあ、あの壁画には3体だけでしたけど、近づくと角度によって何気なく光るんだよね、あれ。どうなる？とりあえずロボットたちがみんな動き出して、進んでるな。この光景よ。圧巻だわ。超巨大な二足歩行のロボットたちが行軍していく、地面よりお届けしております。実況レポートみたいな、従軍リポーターみたいな感じになる。よっしょよっしょ、行くぞ少年。みんなについていこうではないか。踏み潰されないようにね。多分踏み潰さないようにロボットたち気をつけてくれるとは思うけど。
戦闘集団を見たいな。どこまで行くねん。ほうほうほう、広間までやってきた。なんか詰まってる感じがするんだが、なんかみんなエンジン組んでる。どうしろというのだ。この広間で何をしようと、少年に何をさせようというのかね。これを取れやしないよな。どうしろって。いや、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 どうしろというのかな。これ、あそこ、多分どっか開いてると思うんだよね。これ、これかな。ちょっと待って、少年こっち側に乗ればいいってことじゃないの。あ、そうだわ。よし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 、みんな動き始めたね。さあ進むのだ。進軍を開始せよ。進軍なのかもちょっとよくわからない。何のために行ってるのだが、このパシャパシャみたいな感じのは水たまりに入った音か。少年そこ登れなくな、あ、ご親切に階段があるわ。登れない、違う、登れないじゃねえか。階段とかなかった、不親切だ。どうする、どっから登る。おそらく少年サイズはここしか なかろうかなと思うんだが、こっちでいいのか。登ってきたよ。え、本当にこっちでいいの。ロボットくんたち全員向こう行っちゃったよね。でも壁画が違うからな、多分こっちが進行方向でいいと思う。これは何だろうな、ロボットと植物みたいな感じで、なんか上から生えてきてるやつもあるね。意味深。はあ、でもまあとりあえず登っていってるからいいんだろう、この螺旋階段。よしよしよし、たどり着きましたよ。この先には一体何があるのか。そしていなくなったキツネくん、君はいつも肝心な時にいないね。あれは、あ、ロボットくんがここに出てきてたのか。やっぱルート合ってたんだね。そしてあの鍵穴はおそらくまた少年の記憶みたいな感じになるのかな。水があるよ。みんな沈んでいく。水の中大丈夫なんだね、ロボットくんたち。鍵穴があるな。これまた少年の記憶みたいな。うん、だよね、だと思ったよ。次はまた砂漠のあの船から。そうか、嵐になったんだった一回。そうだ、この続きだ。赤フードの男、男なのか女性なのかもちょっと定かではないが。ヘイ、
あ、これ動かせる、移動できる。ヘイ、アガフードの男を呼んでるな、少年が。落ちたぞ、フードの人が。あれ、まあ助けられなかった。というかこれあれだよね、多分少年がこの島に流れ着く前、まあ最初、一番最初かな、漂着してたもんね。一緒に乗ってた男の人か。少年のマフラーはそういうことだったのね。あの赤フードの男の人の、まあマントというかあれの一部を首に巻きつけてるだけか。なんか音楽が壮大になってきた。ロボットに乗ってる、すごい少年。そしてこの遺跡はなんだ。めちゃくちゃ雨降ってっけどね。何が起こるんだろう。ワクワクは止まりませんな。そろそろシナリオの方にも神殿があってくれてもいいような気がするけどね。優しいロボット、ありがとう。踏まれる。はあ、なんだこの、めちゃくちゃ雨降ってんな。何があるんだろうな、ここには。なんか BGM もちょっと物悲しくなってきてますけど、いよいよ真実がみたいな感じなんですかね。まっすぐ行かなくて右側に行くっていうのが、まあ、実に俺らしいが。だがロボットくんたちそっち通っていってるな。これは、あ、壁画がある。またちょっとすぐに光が消えてしまうんだ。歩き回ってないとちょっとダメか。何々っていうか、文字は書いてないんだから。あのなんか黒い、ロボットたちが周りを囲んで、でなんかレーザービームというか、なんか右側にあるカタツムリみたいなやつが何か入っており、その真ん中にいる鍵が少年で、その周囲にいるやつらがあの不気味な住人たちか。これは何を示しているのだろうか。いやー、謎が深まりますね。この上はいけない。雨の表現がすごいリアルなんだよね。ほら、なんかわかる？なんか雨が降った時のこうパチャパチャパチャってこう波紋ができるやつ、あれも忠実に再現されてるんだよ。すごくない？これライムすごいわ。いやいや、今までもさ、景色というかグラフィックはすごかったけどさ、ここに来てこういう細かいところもすごいよね、このゲーム。よし、じゃあとりあえずあれですね、自分が一番先に行こうとしたところが進行方向としておそらく正解だったみたいな。また中に入るのかこれ。泣いてる、石像が泣いていらっしゃる。どうしたね。まあ雨のせいでそう見えるだけかもしれないけど、でも顔を覆ってるよね。あれは何を意味するのか。いやー、待てよ。とりあえず行けるところを探そう。こっちから回っていけるな。よし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 。中央は開いてんのか。お、ムービー入った。お前ら来たんか。
やっぱ不気味だな。今度は少年に目もくれず向こうに行ったぞ。道中ね、少年の精気みたいなものを吸い取ろうとしてたりとかしてたんだけど、少年はそっちに行くのかい？とりあえずあいつらから隠れながら進めっていうことかな。でもなんかあいつらの行った方向少し気になるよね。どっちに行ったんだ？ここ通路らしきものとかないけど、あいつら壁の中入ってたのか、もしかして。あれ、キツネくん、君唐突に合流するね。ロボットくんがまたいるな。どうしたね、ロボットくん。はいはい、上に行くのね。上についていけばいいのかな、ロボットくんに。この先なんか壊れそうじゃない？なんだ、先にもロボットくんがいる。はあ？あ、すげえ、門がロボットのマークになってるわ。開いたな。これね、多分動画ではちょっとよくわからないだろうけども、コントローラー今ブルブル震えてんすよ。何か、まあ、扉が開くときに震えただけか。この下にはついてってるだけだけど大丈夫かな、これ。そこ少年が登れない段差だよね、これ。ちょいちょい出てくるこの丸みを帯びた段差がネックだな、ほんと。煩わしいというか。これどんな材質でできてんだ、これ。上登れないのかな。そっちにどっか行く道あったっけ。あれ、なんか。はあ、へえ、ありがとう。行く道を作ってくれたのか、君。カツカツのロボットたちの手助けを得て、少年は先へ先へと進んでいきました。よいしょ。キツネくん。キツネくんいるな。こっち一回降りなきゃいけないの？なんか外周に出てしまった感じ。ここ中入れないな。飛ぶしかない。ジャンプ！よし！またアスレチック生活が始まる。でも少年運動神経いいから大丈夫だよ。俺みたいに全くない人間ではないからね。うわー、しまった！落ちた。落ちたが、そこで復活するのね。大丈夫か？ジャンプいけるか、これ。ほい、いける。ここ登れそうではあるんだがな。キツネくんそっちにいるな。登れないか。キツネくん何を見ていらっしゃる？お、なんかあれやな、キツネくんとロボットが仲むつまじくしている中に少年がちょっとついていってるみたいな、そんな感じになってしまってないか。上に、まあ、通れるようにはなったな。ちょいちょいロボットくんが足場を作ってくれるんだよね。この上ではなかろうか。そんな気配がするな。よいしょ。あ、キツネくんいるわ。あれ、キツネくんさっきそっち行ってなかったかい？いつの間にそっちに来たの？まっすぐは進んでなかったのか。上に登っていきます。よいしょ。そこにもロボットくんいるな。これしばらく待てたら、ロボットくんが何かアクションしてくれるとか。光った。
あ、また扉があるんだね、そこ。で、開いてくれると。おー、コントローラー揺れ出した。ドアオープン。あれ、じゃあ、これ、少年そっちにいた方がいいんじゃない？こっちにも何か、いや、炎しかないな。行こう。雨が止まない。なんかね、ちょっといよいよクライマックスに近づいてきた感ある。多分。まあ、でも、第2回目の放送ぐらいかな、あれこれラストかなって必ず動画内で1回は言ってるような気がするな、俺。で、全然終わる気配がなかったもん。おー、あるぞ。石板か。まんべんなく、最初のは2つで、あとはなんかステージごとに1つずつしっかり取っていってるね。1つじゃ意味ないよ。どうしたね、ロボット君。そこで立ち止まって。この先。これは、あの、住民たちの道っていうことでいいのかい？顔がないなぁ。ムービー来たぞ。ロボットくんが来てくれると予想する。来てくれた。え、何？どういうこと？少年悲しんでるが、完全に自爆して開けるとか、たやつ、そういうこと。ロボットくんが扉になってしまった。あ、まさか今までこうロボットくんが1体ずつ来てね、扉を開けてくれたのって全部あれみんな同化してたのかな、扉と。うわあ、マジか。自己犠牲の精神。まあ、ロボットくんは命令に従ってるだけなのかもしれないが、何の指令だ？何の指令が働いてるのかちょっと興味深いですね。これ飛べばいいんだろ？よいしょ。ほい。いけるか？よし、いけた。光が出てるな。いよいよやっぱここ最上階なんじゃないの？またあいつら住民たちの声がするな。ひそひそ的な。いるわいるわいるわ。そして子供みたいなやつがいるな。これ声を発すれば。めちゃくちゃいるんだが、これ多分また座れるんじゃないの？いっぱいいらっしゃいますね。ほいほい。さて、ではもういい時間になりつつあるので、とりあえずはね、ここで一度切るといたしましょうか。最上層なのかどうかは、ちょっと定かではありませんが、とりあえず、雨が降る、雨の降る階層まで来ましたね。というか、もう空が見えるということは、もうおそらく最上階なのではないかなと思うんだが、うん。それは次回進めていけばわかるでしょうということで、今回はここで一度切りたいと思います。ではライム実況プレイ、また次回も見ていただけましたら幸いです。ではでは。